伝わる会議。北津軽郡河瀬村では、死んだ緑子の狩猟をたたりもっけと呼び、こうした魂はフクロウに宿ることもあるという。そのため、フクロウの方法という声は死んだ緑子の泣き声といい、子供を亡くした家はフクロウを大事にしたという説もある。かつての日本では、生まれて間もない英イは、人間とは認められていなかったために、死んだ英イは、 墓ではなく家の周囲に埋めたことが多々あり、そうしたものの例のうちでもたたりのないものは、座敷同士とみなされ、たたりのあるものをたたりもっけと呼んだとする見方もある。青森県北津軽郡や西津軽郡では、人が無ごたらしい手口で殺された後、その者の,の加害者に対する恨みによって、加害者個人のみならず、加害者の住む家全体がたたりに会うことをたたりもっけという。 たたられた家では、開花や開音などが頻発し、家人が病気になったり、時には、一家全滅に追いやられ、さらにその後の何代もにわたって、たたりが及ぶという。民族学者、内田国彦は、たたりもっけに、たたりかわずの漢字表記を当て、かわずを、英治の意味とし、この地方では英治を、もけということや、かつて貧しさからのだたや小殺しの風習が、盛んであったことから、 たたりもっけを死んだ緑子のたたりとしている。この例として、岩手県では、ある死んだ緑子が、葬式も挙げられずに、川端に埋められ、そこから、人玉が現れるようになり、そこを通った者が石につまずいたり、変な気持ちになったりすると言われ、たたりもっけの仕業とされていた。民族資料においては、以下のような事例が報告されている。津軽半島西海岸。 教法時代の怪談集、太平百物語に、女の終身長く、恨みを報いしことと題し、同様に無念の死を遂げた者の怨霊が家をたたる、話があり、民族学者、池田や三郎の著書において、類話として紹介されている。ある不豪の家で、主人が、召使いの女に罪を被せて殺した。女は、死の間際、この家が続く限り、 恨みを晴らすと言い放った。まず、家の主人が、女の霊の取り憑かれて死んだ。その息子は、災いを逃れようと物心に祈ったが、それでも霊がついた。彼は、死の間際に、息子の小左衛門に、自分は、たたり死ぬが、お前は災いを逃れるため、より物心を信じ、貧しい者に慈悲を与えようと言い残して死んだ。小左衛門は、 父の教えを守って暮らしていたが、父の一周期が済んだ頃、家中の床や壁が血だらけとなった。小左衛門は家来に拭き取るよう命じたが、家来には血など見えない。小左衛門がこんなに大量の血が見えないのかと怒るので、家来たちはあの女のたたりだと恐れた。やがて家の食器も血だらけとなったため、小左衛門は食事もろくに取れずに痩せをとろえ、一年ほどで、 命を落とした。子供がいなかったため、家は断絶した。女の執念によってこの家は根絶やしにされたということである。ありがとうございます。